ロニー・ブリュワーは、アメリカ合衆国、オレゴン州ポートランド出身のバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。身長201センチメートル、体重99キログラム。高校は、フェイエットビル高校でプレー。最終学年には26.8得点7点を、リバウンドの成績を残し、パレード選出のオールアメリカンとアーカンソー州の、 ミスターバスケットボールに選ばれた。大学はアーカンソー大学に進学。1年目から先発に抜擢され、2年目には16.2得点2.5スティールの成績でサウスイースタンカンファレンスのセカンドチームに選出された。3年目には18.4得点2.6スティールの成績でカンファレンスのファーストチームに選出され。 チームを5年ぶりの NCWA トーナメント出場に導いた。4年生には進学せず、2006年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、ユタジャズから1巡目14位指名を受けて NBA 入りを果たす。ルーキーシーズンとなった2006から07シーズンは、プレシーズンで活躍を見せたものの、出場時間が安定せず、56試合の出場で4.6得点の成績に終わった。 しかし長らく、ジェリースローンと対立関係にあった先発 SG のゴーダン・ギリチェックがチームを離れた07から08シーズンには先発に昇格し、新戦力として活躍している。2008年のオールスター週間ではルーキーチャレンジの2年目選手の代表としてプレーした。二千九年二月十八日のサクラメント・キングス戦では自己ベストの十六得点七リバウンド。 日ンスティールの活躍を見せた。2010年2月18日にドラフト一巡指名権とのトレードでメンフィスグリーズリーズに移籍した。ハムストリングを負傷したことからブリュワー,ーの出場はわずかなものであった。グリーズリーズからクオリファイングオファーを提示されず無制限フリーエージェントとなっていたブリュワー,ーは同年7月16日シカゴブルズと契約を結んだ。レギュラー争いで キース・ボーガンスに敗れ、ベンチからの出場となった。ディフェンス能力の優れたブリューアーは、平均22分の出場を果たし、これは先発出場のボーガンスより長いものだった。2011から12シーズンはスティールで、NBA のシューティングガード中10位となった。2012年7月25日、ニューヨーク・ニックスと契約を結んだ。同年9月、 膝関節教視か手術を行い、復帰に6週間かかることを発表した。2013年2月21日、オクラホマシティサンダーに移籍した。2013年8月28日、ヒューストンロケッツに移籍した。2014から15シーズンはプレーせず、母校のアーカンソー大学に戻り、無事に大学を卒業。2015年10月31日、バドルドラフトで、 サンタクルーズ・ウォリアーズから指名を受け、NBA 復帰を目指すことになった。豊富な運動量を生かしたディフェンスが持ち味で、ギャンブル性の高いパスカットはチームに勢いをもたらすことができる。幼少の頃に右腕に負った怪我が原因で、シュートフォームを強制できず、そのため、ロングレンジシュートを打つことは稀で、得点の大半はゴール近辺によるものである。 結果的に、キャリアの平均フィールドゴール成功率は、ガードの選手としては、異例の5割を超えている。ありがとうございます。